成田さんやひろゆきさんの真似をした方がいい点と真似すべきではない点は何ですかということなんですが、そうですね。あれはね、能力が高い人は真似してもいいと思います。はい。ただ能力が低い人があれをやってしまうと、多分痛い目を見ます。なぜかっていうと、成田さんもひろゆきさんも能力が高いわけですよね。能力が高い人っていうのは他人に嫌われたりとか、突飛な意見とか言っても、なんだかんだ生きていけるわけです。はい。自分の力で生きていく能力を持ってるから、独立して生きているわけだからね。ところが、それがない人があれやっちゃうと、多分、周りから人が消えて終わるだけなんで、能力がない人はやめた方がいいと思いますけど。だってさ、ひろゆきさんもさ、もうだって資産も十分あるし、そもそもフランスに住んでるから、日本で何か言われたところで別に痛くも痒くもなんともないじゃないですか。ね、だって、フランスで多分、だったらひろゆきさんのこと知ってる人なんかほとんどいないだろうから。で、成田さんも、そもそも本職はさ、海外のさ、大学の先生であって、で、イェール大学のさ、先生であって、日本で多分メディア活動してるけど、こっち本職じゃないじゃん。多分遊びでやってるじゃないですか。だから別に日本でなんか炎上しても関係ないんですよ。だからその関係がない人っていうのは、あれをやっても大丈夫なんですよ。はい。で、僕も実はほとんど関係がないので、ディーラーボード皆さんがいてっていうのがあって、今はもう別に YouTube とかもこうやってね、別にこれ僕ね、趣味でやってるだけなんで、仕事でやってるわけじゃないので、仕事は全然別にあるんでね。はい。あるので、だから別になくなっても、資産的には別にダメじゃないわけなんですよ。はい。だから、そういう人は好き放題できるんです。でもそういう人を見ると、自分もああなりたいと思って真似してやっちゃう人いるんですよ。やると痛い目見ます。なんでかっていうと、そうじゃないから。ほとんどの人はそうじゃないから。